レミアか。1800メートル、まずまずのスタートかと思います。さあ行くのは行くのは花切り宣言をしていたテキーラボールがやはり行った。それからシークレットオブサユバーロンハッピー、そして3番手に1番シークレットオブサユでありますマシンガンロンパ、そしてその後ろから13番ビジョンバーサス、内を通って2番ホリモン、その外にオルレアンギャンヌ。さあこの直線の向こうに最高の栄誉が待ち受けています。ベルンカステル直線の伸び足はどうか。バーロンハッピーが2番手、ホリモーンを懸命に追う。先頭はテキーラボール、頑張る頑張る。バーロンハッピーが2番手、2番ホリモーン、この辺りで先頭はホリモーン、ベンテンエンドロックが2番手、ホリモーンが先頭だ。1着ベンテンエンドロック、2着ホリモーン。1着6番、2着2番、3着14番、以上のように確定しました。